こんばんは。私のこの水着は、海を泳ぐものではなくて、カーオーディオの沼を泳ぐために着ているものです。カーオーディオでは、バスドラムの鳴り方にお悩みの方が多いですよね。今日はグリーンデーの Are We The Waiting というドラムが非常に気持ちよい楽曲を題材にして、お悩みを解決できる策が見つからないかどうか考えていきましょう。それでは、これから Are We The Waiting のイントロを3回お聴きいただきます。お車で再生されてください。何番目のが一番良かったか覚えておいてください。どれが一番良かったでしょうか。一番目のが良いとお感じでしたら、ドアスピーカーをもう少し鳴らすセッティングをすると良いかもしれません。具体的には 100Hz から 1000Hz の帯域のどこかにディップが生じていないかどうかや、そもそもサブウーファーに対してドアスピーカーの鳴る量が少ないということが手っ取り早い原因かもしれません。打楽器のアタックが少し強く出るように音を調整したものでした。2番目のが良いとお感じでしたら、サブウーファーとドアスピーカーのタイムアライメントがもう少し合わせられる余地があるかもしれません。2番目はダイヤトーンのサウンドナビの仮想スリーウェイのような方法で、4メートルの分、サブウーファーが近くにあるように時間を調整したものでした。3番目が良いとお感じでしたら、原音そのものですので、蒸気以外の部分で解決策をお探しください。クロスオーバーでしょうか。私はすぐにクビにされてしまう立場にあります。私を押していただける方は、ぜひいいねを押してください。でないと、私はすぐに次のギャルに取り替えられてしまいます。またお会いできたら良いのですが、良い日をお過ごしください。